こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネル1週間のご無沙汰でした。はい、本日はですね、ヴィンテージコンピューターらしく、ヴィンテージなマシンを取り上げたいと思います。はい、今日取り上げるのはね、Apple II なんですけれども、2プラスなんですけれどもね、ただの Apple II プラスではありません。はい、Apple といえばですね、まあ、ガレージカンパニー時代の Apple I に始まりまして、そこからね Apple II、2プラスと続いてくるわけなんですけれども、この Apple II プラス、まあ、結構ヴィンテージコンピューターではですね、よく販売しておりまして、まあ、こうもう2プラスもね、もうかなりのレアマシンになってるんですけれども、まあ、ヴィンテージコンピューターではですね、まあ、結構、頑張って入手して、またねレストアなどをして販売しております。まあ、Apple II と2プラスなんかね、このヴィンテージコンピューターチャンネルでも取り上げましたけれども、今回は今までね、取り上げていない Apple II プラスファミリーをお見せしたいと思います。はい、こちらのマシンがね、Apple II プラスです。まあさすがに今となってはレアマシンではありますけれども、まあ、それでもね、ちょこちょことヴィンテージコンピューターでも販売しているマシンであります。そしてね、じゃじゃーん、こちらがですね、はい、同じく Apple II プラスではあるんですけれども、はい、寄ってみましょう。 Apple II ユーロプラスですね。はい、まあ、名前の通りね、ヨーロッパ版の Apple II プラスです。日本向けにはね、Apple II J プラスというのもあってですね、これがまたね超レアなんですけれども、まあ、日本向けだけにね、J プラス、やっぱり J プラスの方がレアかな、ではあるんですけれども、ユーロプラス、まあ、こちらはね、まあ、特に日本なんかではなかなか手に入りがたいマシンではないかと思います。では早速ですけれども、違いについて見ていってみましょう。まあ、まず一番違うのは当然ね、このねエンブレムバッジです。プラスというのとユーロプラスですね。はい、それからねキーボードは、どちらもね、US 版のキーボードです。まあね、ドイツ語だとかスペイン語だとかね、ちょっとウムラウトだとか、なんか、あまりおなじみでない文字がありますけども、そういうのはなくて、通常のアルファベットプラス記号のみということで、この点については違いはありません。ちなみにこの2台でいうとですね、キーボードこちら光沢のないタイプ、こちらはちょっと光沢のあるタイプ、まあ、これ画面でもよく分かりますね。はい、なんですけども、まあ、これはね、プラスとユーロプラスの差ではなくて、これ年代の違いですね。こちらの方がより新しいキーボード、ちょっとねテカテカしてる強卓ありの方がちょっと古いタイプのキーボードです。はい、そしてね、背面の方も見てみたいと思います。通常の Apple II プラスとユーロプラス、パッと見た目にはね、変わりません。まあ、この画像で見るとね、電源が右がプラスが普通のプラスがシルバーで、ね、ユーロプラスがゴールドっていうのはありますけれども、これもね年代の違いとかによるものでですね、どちらもゴールドもシルバーもどちら、普通の Apple II プラスに使われてるんですけれども、こちらのね、スペックを見てみますと、はい、100見えるかな、ちょっと難しいかな、はい、115V AC っていうのが書いてありますね。はい、そしてこちらを見るとですね、これもなかなかね画面では厳しいかもしれませんけれども、230V AC となってます。ヨーロッパの電圧に合わせてですね、230V になってます。ちなみにこの 115V になっている US のモデルですけども、実際にはね100から 120V 対応してましてね、日本の電圧でもちゃんと動作しますけれども、
こちらの230ボルトだと、ね、なんかそういう昇圧トランスかなんか使わないと日本では動作しないというふうに思われます。はい、続いてね、内部の方を見てみましょう。こちらがね、2プラス、こちらユーロプラスなんですけれども、はい、ね、実際はあのロジックボードの方なんかね、ちょっと年代の違いによりね、細かな違いはあるんですけれども、基本的には変わりありません。ただね、ユーロ版で、ユーロプラスの方で特徴的なのがですね、ビデオ回路がですね、PAL、方式を使っております。アメリカや日本はね NTSC ということで、違う、ね、ヨーロッパとはテレビなんかでね違うビデオ回路方式、ビデオ方式を取ってましたんで、ヨーロッパ版に対応するということでね PAL 方式になってます。で、PAL 方式だとですね、ビデオ回路がロジックボードとか違うのかというとですね、実は基本的に同じものを使ってましてね、ここ、こういうのね、12番、13番、14、15、16番というなんかね、ロジックボード上の、ここショートしたりね、オープンにしたりというところがあるんですが、はい、ユーロ版だと13、14、15をね、ショートすることによってPAL方式に対応していると。NTSC 版だと、これね、12と16が、ショートさせてるのかな。はい、そういう形でね、ビデオ回路を分けております。ということでですね、実はPAL方式の場合はですね、モノクロになっております。はい、こちら NTSC 方式の場合はね、ちゃんとカラーで出力されるんですけれども、ユーロ版だとね、PAL 方式に対応するためにモノクロとなっております。ちなみに、私もね、この PAL 方式のままね、NTSC のモニター、普通のね Apple 通用の北米用のモニターにつないでみました。そうしましたらね、まあ、最初は同期が取れないんですが、一応モニターの同期をね、モニター側のつまみで調整したらね、ちゃんと同期は取れました。はい、ということでね、もちろんモノクロ画面になるんですけども、まあ、Apple ユーロプラスもね、うまくモニター側を調整すれば、そのままで、モノクロ画面で、日本でも使えるという形になっております。はい、というわけでね、本日は、今となっては結構レアな Apple 2プラスと、スーパーレアな Apple 2ユーロプラスご紹介してまいりました。まあ、今現在ね、こちらの2プラスの方はすでにね、ヴィンテージコンピューターで本日より販売中ですけれども、収録時点でですね、そしてユーロプラスの方も近日販売を予定しておりますのでね、オールドアップルファンの方はぜひねご注目ください。はい、これからもね、ヴィンテージコンピューターチャンネルでは、珍しいアップルのね、ヴィンテージマシーン、他にも取り上げていきたいと思います。それでは来週まで、さようなら。